どこに行く？よし行くぞ。こうしてみんなと外に出るの楽しいわ。気をつけて。毒があるから気をつけろ。間違っても口に入れる。燃えろ。いくにやっちゃおう。今だ行くよ。みんな、ライダ、頼んだ。隙を作って。当たると痛いよ。そこ。みんな。一緒に決めるよ。当たれ。今だ。そこ。もう終わりかよ。おう、どこに行く？どうしようかな。どこに行こうかな。よし、今回は何があるかね。私も楽しみだ。燃えろ。気をつけて。一気にやっちゃおう。そこ。そこ。今だ。ライザ、頼んだ。ライザ、隙を作って。今だ。そこ。決めるよ。行くよ。今だ。おや。みんな、ライダ、隙を作って。連射。今だ。これくらい当然だ。ねえ、どこに行くんだい？よし。どうしようかな。どこに入れようかな。うわ、いいもの、できそうな予感。いいもの、できそう。うわ、いい感じかも。どうしようかな。どこにしよう。うわ、いいもの、できそうな予感。うわ、いいもの、できそうだよ。どれにしようかな。何を入れるのがいいかな。いいもの、できそうな予感。さあ、何を入れよう。
うわ、どれにしようかな。これでどう？うまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。どこに入れようかな。いいもの、できいいもの、できそうだよ。いいもの、できそう。いいかそう。いいかそう。いいいいもの、できそうだそう。いい感じかそう。どれにしようかな。とりあえずどれがいいかな。これでいい、うまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。なんか上達してきた気がする。できた。持ってるだけで力が伝わってくる感じ。これなら島の動力になるんじゃないかな。持って行ってみよう。どこに行くんだ。よし、できたよ。これなら動力に使えるんじゃない。おお、なるほど。確かにこいつは力を感じるな。見た目もここに使われているのと同じような感じではあるよね。じゃあ早速使ってみてよ。わかった。じゃあこいつを代わりにはめ込んでみよう。どうかな。よくはないね。あまり変わらないみたいだ。そんな。僕には錬金術はわからないけど、装置の具合を見る限りライザの石は今の力とほとんど同じくらいかな。これだってひらめいた感じだったんだけど。でも方向は間違ってないと思うんだよね。タオ、可能な限り装置の出力を上げてみろ。え、もういつ止まってもおかしくないくらい力が弱まってるのに。ライザが感覚をつかむ方がこの場合は重要だ。いいからやってくれ。はい。ライザ、せいぜい5つ数えるくらいだ。それ以上は持たせられないよ。いいよ、よろしく。さあ来い。行くよ。今までは燃え残りを探す感じだったけど、これなら炎のイメージが明確に見える。どうだライザ。見えた。弱り切った今じゃない。全開で動いてた昔を想像すればよかったんだよ。うまくいったってことでいいのかな。うん、待ってて。タオ、すぐに調合してくるから。おいおい、あまり焦るなよ。調合する材料が材料、道具が道具なんだ。分かってる。それじゃ行ってくるね。やれやれ、本当に分かってるのかね。何が起こるか楽しみだな。どこに行こうかな。よし、何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。おう、どこに行く。よし、行くぞ。ライザが先頭でいいんだよね。僕は後ろからくっついていくから。燃えろ、一気にやっちゃおう。そこ行くよ。せい、今だ。ライザ、行くよ。せい、
そこ行くよ。ライザ、頼んだ。そこ行くよ。そこ行くよ。そこ一つ。まだまだ強くなるよ。燃えろ。気をつけて。気をつけて。せっ。そこ。そこ。おや。おや。まずい。行くよ。ライダー、隙を作って。いっけー。当たると痛いよ。おや今だ。これくらい当然だ。どこに行くの？どう？
うしようかな。どこにしよう。おお、いいか。おお、いい感じかも。いいものできそう。おお、いいか。いいものできそう。いい感じかも。どれにしようかな。どれがいいかな。これでうまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。どこに入れようかな。おお、いいか。いいものでき、おお、いい感じかも。いいものできそう。いいものでき、いいものできそう。どれにしようかな。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。さあ、何を入れよう。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。いいものできそうだ。さあ、何を入れよう。どれにしようか。これさあ、どうだ。悪くないんじゃないかな。少しは成長できたみたい。どこにしよう。何を入れるのがいいかな。いいものできそう。何を入れるのがいい。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいか。いいものできそうな予感。どこに行くのかね。よし、剣の腕を磨くいい機会だ。おう、どこに行く？ちょっと怖いけど、楽しいことあるといいね。
の重量感、投げつけるのに向いてるかもな。燃えろ。肩慣らしにもならねえな。せっ、今だ今だ、せっ、頼んだ。おや、ライダー、みんな隙を作って一緒に決めるよ。おや、燃え上がれ。これくらい当然だ。どこに行くの？燃えろ。はい、これ僕、薬草の知識なら少しはあるんだよ。知ってるよね。ごめんなさい、ちょっと触るの苦手かも。よいしょ。どこに行くんだ？よっ、気をつけて進むぞ。よいしょ。私はあまりいい思い出がない。気をつけて。燃えろ。これなら余裕だね。おりゃ、そこ今だ。行くよ。これくらい当然だ。取れたよ。
な性能だったっけか、はあ、いっぱいあってわからないな。気をつけて。肩慣らしにもならねえな。せっ、今だ。やっ、そこ。せっ、そこ。やっ、もう終わりかよ。どこに行くの？よし。どうしようかな。どっさあ、何を入れよう。いいもの、できそ。何を入れるのかいい。うわ、いい感じかも。何を入れるのかいいか。うわ、いい感じかも。何を入れるのかいいかな。いいもの、できそ。さあ、何を入れよう。わ、何かが変わりそう。うまくいくかな。やった、できた。できた。私がイメージした通りのものが。前に作ったのとは全く違う。このあふれ出る力、間違いない。あの島の地下にもともとあったのはこれだ。今度こそ装置は昔の力を取り戻せる。どこに行くのかね。よし。アンペルさん、タオ、できたよ。今度こそ本物が。これは前に持ってきたものとはまるで違うな。うん、錬金術ができない僕にもわかるよ。全く別物だって。うん、それじゃあやってみよう。お前たちが今までやってきた全てがここにかかっているんだ。しくじるなよ。プレッシャーかけないでよ。タオ、準備はいい？いつでもいいよ。さあ、蘇って私たちのふるさと。お、動力が回復する。すごい勢いだ。数十年かろうじて装置を動かしてきた量をこの一瞬で超えた。潮流を見ながら水位は現状を維持したまま島の位置を元に戻す。よし、順調だ。島全体に力が行き渡っていくのが分かる。さあ仕上げだ。淡水化装置を動かすよ。地表への放水開始。地上に行ってみないとわからないけど、うまくいったはず。行って自分の目で見てこい、二人とも。自分たちの誇るべき成果ってやつを。うん、行こう、タオ。あ、待って、オライダー。見事だ、錬金術師ライザ・リンシュタウト。自分の目で確かめてみろ。ああ、
水だよ。おめでとう、ライザ。おーい、やったぞみんな。ボーデン地区の噴水塔から水が溢れてる。やったな、ライザ。でも休んでる暇はないよ。オーレン族に水を返しに行かなきゃ。おう、どこに行く？よし、行くぞ。何もかも腐ってるように見えるぜ。これならいけるよね。せっ、今だ。それそれ、おりゃ、ま、たそこ。ライザ、頼んだ。それそれ、おりゃ、今だ。さあ、どんどん進もう。ボス、無事にキロさんのところにたどり着けたかな。俺が鍛えてやったんだぜ、大丈夫だって。ここに来るまでにも戦いの後はなかっただろ。ん？ボスがって何の話？ああ、ボスが一人でキロさんのとこまで古式秘具を持っていくって話。は？ボスが一緒に来ないのはおかしいと思ったけど。ってそもそもタオ、古式ヒグはあんたが。いや、それが持ってないんだよね。カバンの中は空っぽだったり。何考えてんのよ。大事な古式ヒグを一人で持って行かせるなんて。そうだよ、フィルスタは統率をなくしてチリジリになったけど、まだ危ない場所なんだよ。やらせてやれよ。あの古式ヒグを自分一人で届けるってのがボスなりのけじめなんだ。だからって。遅かったな。ケロッとした顔しちゃって。もう何が遅かったなよ。ようこそ、良き錬金術師ライザ。君を待ってた。うん、なんだか変な形になっちゃったけど、約束を果たしに来たよ。水源はこっちだ、ついてきてくれ。なんてあっけない、ガラスの壺を割ったみたいな音。これを割るためだけに彼女らオーレン族は一体。これは水の流れる音。うん、昔と同じ聖地の息吹を感じる。ああ、水さえ戻れば統率を失ったフィルスタも去り、全てはゆっくりと。でかい仕事をまた一つ終えたな。すごいよライザ、何もかもがぴったりうまく収まったんだね。よかった、洪水みたいにドバって水が溢れたらどうしようかと思ってたんだ。なんでそんな心配してんだよ。ここは飛び上がるところだろ。お前もだボス。おい、引っ張るな。溢れさせていいんだよ、感じたまんまを。この聖地の水みたいにやったってね。そうだな、今くらいは
約束は果たされた。この込み上げるものがやったという気持ち。最後はいよいよ門の封印だな。この異界から出て入り江に向かうぞ。ねえ。うん、ありがとう。すまないが、ねえ、これは何か神秘的な力がありそうだって思えるよ。本当にあるかどうかはわからないけど。やあ！薬になる材料っていろいろあるんだね。知らなかった。気をつけ、これなら余裕だね。おりゃ！そこ！行くよ！今だ！行くよ！近いぞ！頼んだ！隙を作って！そこ！えい！おりゃ！そこ！当たると痛いよ！そこ！さあ、どんどん進もう！燃えろ！一気にやっちゃおう！おりゃ！今だ！そこ！行くよ！おりゃ！おりゃ！そこ！行くよ！今だ！ライザ、頼んだ！ライザ、行く！スキュー！そこ！そこ！これならどう？毒があるんだよね。気をつけて。怖いけど取れたよ。しゃ、そーっとそーっとね。毒があるからね。気をつけて。ちょっと僕に近づかないでよ。虫が嫌いなの知ってるだろう。必要な時にはためらわずに行け。気をつけて。僕にしようとやり方次第だよ。これなら余裕だね。おりゃ、そこ今だ。行くよ。痛えな。今だ。そこライザ、頼んだ。当たるといい。今だ！今だ！
それは毒があるやつ。いや、ないやつか。取れ。あん、紛らわしい。取れたよ。大事に使わせてもらおう。そう、取れ。よいしょ。これ生臭いな。もう必要なら集めるけどさ。よ。これならいけるよね。そこ。そこ。痛えな。ライダー、隙を作って。そこ。ライダー、頼んだ。一気に行くぜ。今だ。もう終わりかよ。さあ、すべての仕上げだ。門の封印作業に入るぞ。具体的にはどうするの？門の周囲に一定数とあるものを配置し直す。繊細な調整が必要な、平たく言えば面倒な作業だ。本来はこの建物自体がその役割を持っていたはずだが、見ての通り湖の浸食で崩れてしまっている。それで人知れず門が動き出してしまっていたんですね。ところで、そのとあるものって何？私たちにも分かるのかな？そこら辺に転がったり沈んだりしてるだろう。え、それってまさか。ああ、かのクリント王国が作り出した力を秘めた特別製の石材だ。さあ、お前たちにも手伝ってもらうぞ。石材を運ぶんだ。僕もう力仕事はしたくないよ。よし、これでこの門は完全に静的な状態となった。こんな石材を配置しただけでいいの？石材が動いたらまた門が開くんじゃ。崩壊で即門が開いたのは、クリント王国の連中がすぐ再稼働できる状態で保存していたからだ。そういうこと。完全に停止させてしまえば、より複雑な工程を踏まない限りまず開くことはない。ボス、今更だけどいいのか？そのキロさんのこと封印なんかしたら、もう彼女はこれからも聖地で他のオーレン族が帰ってくるのを待つと言っていた。森と聖地の本当の名も教えてくれた。いつかきっと異界へ行く方法を見つけて尋ねるさ。そうか。みんなお疲れ様。これで本当に終わったね。どんな場所でも警戒を怠るな。どこに行くの？よーし。ところで、これから村は水をブルネン家に頼る必要がなくなるはずだが。どうって大して変わらないんじゃないかな。モリツさんが前ほど強引に話を通せなくなるくらいで。しょげるのも最初だけで、どうせすぐ水以外の方法で盛り返すだろうさ。商売人としてはやり手だしな。私たちの命をかけた大冒険って、その程度の結果しか出ないものだったんだね。それがなんてことないものを守ったってことなんじゃないのか。かもしれないけどさ。
せめてお母さんに怒られなくなる程度の報酬はあっていいんじゃないかな。ねえライザ、少し前お父さんが中央に出してた販路の申請が通ったって知らせが来たんだ。ふん、それが？お父さんのこの島での仕事が終わったから。私、クラウディアに先を越されたか。実は俺も武者修行の旅に出ようかと思ってんだ。私たちもそろそろな。ああ、次の遺跡探索に立つ頃合いだ。僕もボスから一緒にオートに留学しないかって誘われてて受けようかと思ってる。みんながここから。ライザ、ごめんね、言い出す機会がなかなか見つけられなくて。謝ることでもないだろう。クラウディアの場合、自分の意思で決められることでもないだろうしな。私たちの方は門の封印も終わったし、どうせそのうちふらりと出ていくつもりだった。俺も今がそのタイミングな気がしてよ。タオはともかく、ボスの方はよくわかんねえけど。クリント王国の研究をするつもりなんだってさ。僕らは準備もあるし、もうしばらくいるけどね。そっか。お別れパーティーしないとね。ライザ、私たちじゃ豪勢にとはいかないかな。そうだ、あちこち意見を聞きに行ってみよう。おう、どこに行く？よし、行くぞ。ライザ、友達とのお別れ会に行くのかい？うん。今から農作業の手伝いとかはやめてよ。いや、そうじゃなくて、何お父さん、変な顔でうなっちゃったりして。泣いちゃダメだよって励まそうとしてるんだよ。お前が何でもないふりしてるからさ。そんなことあるわけないでしょ。やだな、もう。強がったって私たちには隠せないよ。泣かないよ、大丈夫。ありがとう、お父さん、お母さん。楽しんでおいで。どこにも行かない私たちが帰りを待っているから。お別れ会が無礼講だからって錬金術師さんにご迷惑かけるんじゃないよ。もう分かってるってば。お客人だけでなく悪ガキどもまでほとんどいなくなるか。お前も寂しくなるな、ライザ。別に私は寂しくなんか。結構あるかもね。でも、お待たせ。この手の手続きってなんであんなにややこしいんだろう。たかが試験の申し込み程度でさ。タオが王都へ、しかもボースと一緒に留学とはな。半年前の私が聞いたら笑い飛ばしていただろう。
行くって決めただけで、まだ行けるとは決まってないけどね。特別待遇が受けられるよ。試験を頑張るよ。クリント王国の文字をスラスラ読めるんだし、もう合格は決まりよ。前祝いにパーッと行きましょう。こいつが武者修行に行くとか言ってるが、アイザ、お前がそそのかしたのか。なんだよその言い方は。ううん、私もレントから聞いて驚いちゃってさ。レントが自分で決めたんだよ。自分で？あのピーピー泣くだけだったガキがな。親父みたいにってのは気に食わねえけど、あちこち渡り歩くのも面白そうだからな。一発の口を叩きやがる。ま、お前の人生だ。お前の好きにするがいいさ。ああ、目一杯好きにさせてもらうぜ。気が向いたら、たまには顔くらい出してやるよ。さっさと行っちまえ。君には娘が本当に世話になった。もちろん私もだ。こちらこそ、錬金術師として村に認めてもらえる助力をしてもらってありがとうございました。できれば旅の空の元にある娘とはずっと友達でいてあげてくれ。もちろんです。私たちは一度待たせている妻のところに帰るつもりだ。はい、クラウディアはきっとルベルトさんとまた旅に出ると思いますよ。そっか、信じさせてもらおう。錬金術師ライザリン・シュタウト君。ライザ、準備できたよ。行こう。うん、それじゃ失礼します。よし、今日はここまで。この程度でへばるなよ。お前には俺の留守を預かる責任があるんだ。頑張ります。ずいぶんと熱心だね。荒事が向いてなくても最低限使える程度に鍛えないと父さんの護衛も務まらんからな。モリッツさんはあれから元気？ああ、ただ威張ってたわけじゃないことを自分の働きで示せと言ったら急に元気になった。あの人も働き者なのは間違いないからね。で、お別れパーティー来るでしょ？来ないなら俺が引きずっていくとレントに脅されたからな。うんうん、素直で結構。
あの地震からこっちすっかり寮も元通りさ。まさかあれも錬金術の仕業とか言わないよな。まあ困ったことがあったら今度からはライザに直接言ってくれ。リラ、行こう。ああ、それじゃあな。またね、お姉ちゃん。もう魚も湖に戻ってきたのかな。ああ、生き物ってのは単純なもんだ。都合のいい環境になればいくらでもやってくる。どうやら後始末も全て終わりだな。じゃあ行こうか。ねえ、どこに行くんだい？よし。特別ゲストのボース君、我がライザのアトリエのご感想は？お前にしては上出来だな。あらら、とく口の悪さは全然治らないんだから。旅立つみんなの明るい未来を祈るお別れパーティーを開催したいと思います。そういえば、俺たちのことばかり話しちまって聞きそびれてたんだけどよ。ん？何？ライザ、お前はこの後どうするんだ？島には残るつもりなんだよな。ああ、それなら目標はもう立ててるよ。おお、聞かせてくれ。まずは、数百年後の動力切れを見据えて、それを解決する。次に、淡水化装置の新開発とか普及とか、それも解決する。それで浮いたままの不安定な島の地形もなんか解決する。どう？解決、具体的な方法は何も考えてないんだろうな。まあね、それを見つけるのもこれからの目標。もし全部が早めに片付いたら、逆に片付かなかったらずっと島にいるだろうね。まず島のなんてことない日々を守ってからでないと。でもライザならなんとかしそうな気はする。しそうというよりやりかねないだな。こら、そこ余計なちゃちゃを入れない。大丈夫、ライザならきっとすぐに全部片付けて島を飛び出ることになるよ。それで一緒に旅をしよう。お父さんも歓迎してくれるだろうし、なんなら二人旅でも。そっか、それもいいね。でレントを捕まえて、アンペルさんとリラさんも見つけて、オートでタオとボースをさらって、もう一回今みたいにこうやって騒ご。捕まえるってどうやってだよ。ってなんとかしちまうんだろうな、ライザなら。僕今からその光景が浮かんじゃったよ。これこそやりかねないってやつだ。その時に暇なら付き合ってやってもいいぞ。暇じゃなければ来た全員に手伝ってもらうがな。もしずっとお互いがすれ違っちゃったら、ここに立ち寄ってみてもいいかな？いつでもどうぞ。ここはライザのアトリエ、私たちみんなの秘密の隠れ家なんだから。
空剣島っていうなんてことない島のラーゼンボーデンっていうなんてことない村。そこで結構すごいと自認する私は暮らしている。なんてことない日々を守ろうと奮闘しながら。私はライザリンシュタート、通称はライザ。なんてことない農家の娘で錬金術師。そんな私は今日も今日とてアトリエでの出会いで得たものと錬金術で学んだことを胸に抱く。この退屈でなんてことない光景に秘められた、どこにでもある痛快で素晴らしい一日をまた始める。青くて深い夏の空を遥かに遠く仰ぎ見ながら、
ライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家。皆さんこんにちは、この度ライザ役を演じさせていただきました野口ゆりです。ライザはですね、一言で言うと自由奔放です。はい、お家の手伝いをね、ちょっと平気でサボったりと、ちょっとね、おてんばが過ぎる子ではあるのですが、こう錬金術と出会って物語が進むにつれて、みんなを引っ張っていく姿だったり、こう誰に対しても物おじせず、はっきり自分の気持ちを伝えるところは本当にかっこいいなと思いますし、演じていてこうとても楽しかったし、スカッとする気持ちがありました。はい、そしてね、いつも一緒にいるレントとタオにこう突っ込むセリフだったりとか、こうコミカルなシーンは特にライザの表情を想像しながら収録させていただきました。ぜひそこを注目してもう一回プレイしていただけたら嬉しいです。そして私、こう初めて主人公という役をこういただけて本当に嬉しいですし、私自身もこれは何度もプレイすると思います。なので皆さん、ライザのアトリエ、ぜひぜひたくさんプレイして楽しんでくださいね。以上、ライザ役野口ゆりでした。バイバーイ。クラウディア・バレンツ役、大和田ひとみです。皆さん、ゲーム楽しんでいただけましたでしょうか。みんなのね、この関わり合いの中から成長する姿、私もクラウディアを演じていてとても楽しかったです。まだね、私はまだプレイしてないので、早くこの世界がどう描かれていくのか、私もプレイしたいなってうずうずしてます。多分後から追っかけますね。ぜひ何度でも楽しんでいただいて、何週でも何週でもしていただけたら幸いです。ありがとうございました。こんにちは、レント役の寺島拓馬です。まずは、プレイしていただいて本当にありがとうございます。どうでしたか今回のアトリエは。僕ここで白状しておくと、今までアトリエシリーズ実は触れてきたことなくって、一方的に憧れだけがある作品だったんですよね。雰囲気が好きというか、あと錬金術ってやっぱりなんかかっこいいな、素敵だなっていう、なんかただバトルするだけじゃなくて何かを生み出すみたいなやつがとっても素敵だなって、子供の頃っていうか、最初のやつが出た時からずっと素敵な作品だなと思ってたんですけれども、なぜか一切触れずに来て、結果今こうやって出演させていただくことになりまして、初めてちゃんとアトリエの世界に触れたんですけど、やっぱ憧れていた通りの素晴らしい作品だなって思いましたね。これはいよいよプレイしようと、この世界に飛び込んでみようって本当に思いました。どうなんでしょうね、今までずっとアトリエシリーズやっぱり根強い人気がある作品なので、多分これ初めてプレイされてる方もいらっしゃるかと思えば、ずっと全部やってるよっていう方もいらっしゃると思うんですよね。どんな方にせよこの作品を手に取っていただいて本当にありがとうございますなんですけれども、どうでしょう、今までのアトリエと比べて全然違うんですかね、楽しんでいただけましたかね。
僕は演じていてすごく楽しかったですし、この自分たちの生まれ育った村の秘密を探ってっていう、その大きいようで小さいようで、でも一人一人の感覚からすると実はすっごい大切な物語なんだなっていうのが、なんか思ってた通りの素敵な感じで、なんか気持ちよかったんですよね、読んでても演じていても。だからこれ今演じ終わって役から離れて実際にプレイヤーとしてやってみて、またこのゲームのシステムとかに触れてみて、さらになんか愛着が湧くというか、この作品のことを好きになれるような気がもうすでにしているので、まあ、きっとこれを僕も自分で聞くことになるんだろうと思うんですけれども、頑張ってプレイしてみたいなと思います。今から楽しみですね。早く皆さんのお手元に届いてほしいですし、で今思ってるところなんですが、聞いてくださってる方は、まあ、やってくださったということで本当にありがとうございます。まあ、何度も何度もやり込み要素ありますのでプレイしていただいて、これからもアトリーシリーズ、好きでいていただけると嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、タオ役の近藤結衣です。クリアお疲れ様でした。今回私アトリエシリーズでなんと3役目というタオくんという役をいただきまして、以前は不思議シリーズではコルネリア、アーランドの方ではマーナーというキャラクターをやらせていただいたんですけども、こうしてねまた新しいシリーズで新しい役で声をかけてもらえるとは思っていなかったので嬉しくて、しかも男の子で、もちろん今までの2人とは全く違ったタオという役を演じられてすごく楽しかったです。はい、今回もあのいつものアトリエの雰囲気とはまた、私が関わってきたアトリエの雰囲気とはまたちょっと違ったストーリー展開だったんですけど、すごい楽しくて、台本チェックしている間もどん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 読み進めて、楽しいって思いながら読んでたんですけど、皆さんどうですか？楽しかったですか？楽しかったです。はい、ありがとうございます。楽しかったですよね。はい、タオくん久しぶりのですね、あのパーティーメンバーでコルネリアを初めてやらせていただいた時にパーティーメンバーだったんですけど、本当久しぶりのパーティーメンバーで戦闘ボイスも取れて嬉しかったです。なんかそれぞれその子らしさの戦闘ボイスってすごいなんか際立つものなのかなって思うと、はい、久しぶりに取れて嬉しかったです。ただストーリー上のタオくんすごい、あ、できないできないみたいな感じだけど、クライとかね、そんな感じで行ったりして結構強気だなって思ったりしながら楽しくやらせていただきました。まあ、皆さんはきっとゴリゴリにタオくんのレベルを上げて、まあすごい強いタオくんにしてると思うんで、あ、怖い怖いって言いながらも敵をすごいバッタバッタと倒していく、そんなタオくんになっていると信じています。タオくんすごい育ててください、お願いします。はい、トウくん実はあの最初いただいてた設定と収録に来たら結構やっぱり台本読んでて、あれこの設定がないなって思ってたんですけど、やっぱりだいぶ設定が変わっててですね、まあどんな設定だったかはちょっと言えないんですけど、まあ最初のトウくんも面白くて良かったんですけど、っていうか設定の書き方がすごい辛辣な部分があったりしてすごい面白かったんですけど、まあでもね、皆さんにこのままお届けしているタオくんもすごくいい子なんで、ぜひぜひ愛し続けられるキャラクターになっているといいなと思っています。他の子同様ですね、また演じられる機会が来たらいいななんて思いつつ、出番の方を待っていますと、今ブースの外に視線を送っておきたいと思います。私は何度でもアトリエに出たい、出ます言い切っておきます。はい、ということで長くなってきたので最後まで聞いてくださってありがとうございました。そろそろお別れしたいと思います。あれ、あんなところに見たことない遺跡が、あー、ちょっと調べたいから僕はそろそろ行くね。また会えたら嬉しいな。いや、会えるよねそれじゃあね、バイバイ。アンペルフォルマー役、野島博文です。アンペルというキャラクターを演じさせていただいたわけなんですが、で若く見えるけど結構ベテラン
と言いますか、もうね、もう知能派と言いますか、結構実は年はいっているというねセリフもありましたけどね、すごく演じやすかったですね。なぜなら僕まあ若くはないので、若い演技をやるよりはどちらかというとこうちょっとなんか年をある程度いったキャラクターの方が演じやすい。でも声がねあんまりね、ちょっと若めの声をしているので割とそのまま字のまま演じることができたかなと思っております。もう作品自体もね、ファンタジー作品としてももう壮大で、まあ、じっくり楽しめる内容ということで、僕自身もね錬金術というのはね大好きで、科学化学の方ですねが好きなのでこのアンペルの気持ちがすっごいよくわかりました。この作品ねきっと何度でも楽しめる作品だと思いますので、皆さんまた初めからでも何度でも楽しんでいただきたいと思います。野島博文でした。リラ・ディザイアス役の照井遥です。ゲームクリアおめでとうございます。いかがでしたか？大冒険ですよね。もうだってわかりますもん、まだやってなくてもね。すごいいろんなところ行ったなって。でもその私まだもちろんなんですけど収録を終えたところでプレイできていないので実際に出てきた土地を回るのが今からとても楽しみなんですが、フィルフサとか早く戦いたいし早く倒したいし、あとですねいつもアトリエシリーズって街の情景といいますか街がすごい好きで綺麗だからとってもすごく好きで、今回はどんな街でどういう風に歩けるんだろうなと思っておりまして、湖の綺麗さとかももうすごく楽しみですし、あ、そうそう私ですねアトリエシリーズ実は以前にも出演させていただいておりまして、ご存知の方ももしかしたらいてくださるかもしれないんですけれども、黄昏シリーズの3部作ともすべて出させていただいて、最初はホムンクルスとして出演させていただきまして、最後にはホムラというキャラクターでパーティーとして一緒に冒険もすることができまして、私その3部作ともプレイさせていただきましてですね、やっぱりこう調合が楽しいですよね。私アイテムを探したり拾ったりとかがすごく楽しかったので今回もめっちゃ探したいなと思って、でもアイテムと言えばですねリラが割と拾うたんびにこう食に基本つなげるっていうのもすごいすごいいいキャラしてんなと思いながらぜひねこうどういう反応してくれるのかももう一回自分でこうリーダーとしてプレイしながらいろんなもの拾って、あそっかこれも食べれるのか、あこれは気をつけて気をつければ食べれるのかとか言いながらちょっといろんなアイテムを拾いまくりたいと思います。それでね調合して、それこそリラも言ってたんですけれどもそのキャラクターに合わせた強い武器を作ってめっちゃ強いパーティーを作りたいなと今から思っているんですが、いやクリアした皆さんはどのぐらいかかりましたかね。結構そのいろいろこう寄り道要素というかいろいろミニゲーム要素というかたくさんあるからね、私一回クリアするのにめっちゃかかったんですよね。アトリエシリーズアトリエの黄昏何分かかったかな、なんかすっごいかかったんですよね。多分すごい30時間とかかかったかな、かかってじっくりクリアしたタイプなんですけれども、多分今回もすごいじっくりじっくりとりあえずいろんなものを拾いながら楽しみながらでも必ずやクリアを目指して頑張りたいと思います。きっとクリアしてからもねいろんな
なんか追加要素とかあるんですかね。ちょっとそれはまだわかんないんですが、すごくこの美しい世界を冒険できるのを今から楽しみにしています。芝居しながらきっとこういうところなんだろうなっていうのは、そのいつも思い描きながら演じさせていただいてるんですけれども、さすがと言いますか、もうその予想の何億倍も美しいグラデーション、グラデーションじゃないグラフィックで、カットしてください、グラデーショングラフィックで、もういつもねすっごい綺麗だから、当たり前なんですけれども吹き込んでいる時の何倍もやっぱり楽しいんですよね、プレイしている時の方が。だからそれが今からとっても楽しみです。いや、プレイしてこうしてクリアしたそこのあなた、さすがです。あなたはちなみにどのキャラが一番好きなんですか。リラですか。ありがとうございます。そんな風に言っていただいて恐縮です。ありがとうございます。はい、私もリラと言いたいところなんですけど、みんなねすごくいいキャラで、ちょっと個人的にアンペルとの絡みとかが楽しみですね。でもライザもね可愛いし、みんな可愛くてすごく魅力的なキャラクターだから、冒険でみんなと出会えるのもすごく楽しみです。いや、そろそろ締めなきゃなと思いますので、ちょっとすいませんね、こう収録し終わったこのフェーって状態で喋ってるので、ちょっとまとまりがないかなと思うんですが、ここまで聞いていただいたそこのあなたは優しいです。本当にありがとうございます。こうしてプレイしていただきまして本当にありがとうございました。アトリエシリーズ今後もよろしくお願いしますと私が言える立場かはわからないんですが、今後もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。カオル役の緑川ひかるです。プレイお疲れ様でした。楽しかったですか。皆さん的にはこれがアトレイシリーズの初プレイになるのか、ずっと作品を愛してくださっていて、これもプレイされたのか、分かりませんけれども、とにかくお買い上げいただいたってことで間違いないですよね。借りてないですよね。買っていただいてありがとうございます。はい、緑川的にはですね、このゲームは好きなので、この作品の存在は知ってはいるんですけれども、まだプレイしたことはなくて、でもなんか作品の世界観とかはほのぼのとしてていいなって常々思っていたので、今回参加することができて、光栄だなと思っております。しかもね、その世界観に合ったような、本当になんだろうな、戦ったりとかするわけでもない、普通の本当にごく普通のお父さんをやれて、こちらとしても喉のコンディションとかそんなに気にすることもなく、本当に年齢的にね、このぐらいの娘さんがいてもおかしくないので、なんか自分だったらこんな感じかななんて思いながら、決してそんなにたくさんの、セリフ量ではなかったんですけれども、なんとなくその世界に浸りながらやらせていただきました。そんなわけで、これからも皆さんね、引き続き買い続けていただければ、借りてないですよね、買ってくださったんですよね、ありがとうございます。このままね買い続けていただいて、友達にも、布教していただければ、まだまだねこのシリーズ続いていくと思いますので、一つこれからも、作品を愛してあげてください。そんなわけでカール役の緑川ひかるでした。バイバイ。ミオ役長島優子です。私も本当は冒険とか探検の方に出かけるようなキャラが良かったなとも思ったんですけど、でもこういったキャラやるのが初めてだったので、すごく楽しんでやれました。皆さん楽しんでくださいね。バイバイ。ライザのアトリエ常闇の、女王と秘密の隠れ家を遊んでくださいましてありがとうございます。ルベルト・バレンツ役をやらせていただきました浜田健二です。そうですね、今回も
お父さんをやらせていただいたんですけれども、やっぱりこう思春期の子供が旅立っていくのを嬉しくも悲しくも思う父親っていうのは、なんかね、僕もまだ旅立っただけなんで、旅立つ方の気持ちをなんていうんですか、旅立つ方を思う気持ちっていうのは、まあ、なかなか難しいところもありますけれども、そうですね、そういうのを感じながら、ちょっとシナリオも結構中盤で僕いなくなっちゃうんですけど、それでも何ですか、最後までこのシナリオを読もうかどうしようか結構悩みまして、なんかどうせなら最後まで遊ぶ時のために撮っておきたいなっていうのもあったんですけど、最後にもちょっと出てくるので仕方なく最後まで読んでシナリオを楽しんでしまったんですけど、ゲームの方も僕もこれが皆さんが聞いてる頃には僕も遊べてればいいなと思っておりますので、一緒になんかこの楽しい作品の感想を言い合うことはできませんが心の中でお手紙などいろいろいただければいいなと思っております。どうもありがとうございました。ザムエル・マルスリンコをやらせていただきました、松山隆です。ね、人に優しくしたことがないのでね、人に優しくされるとどうしていいかわからなくなるっていうね、ザムエル、悪い人ではないんですけどね、まあ、自分基準でズケズケ物言ったり行動してしまうので、体も心も傷つけた人は多いんでしょうね。これね、ちょっと私に似てるかもしれませんね。なのでこの場を借りてザムエルともども謝ります。ごめんなさい。ゲーム楽しんでください。松山隆でした。ボースブルネン役の浅上洋平です。今回このアトリエシリーズの新作ということで、出演させていただいて本当に光栄なんですけども、僕アトリエシリーズをやったことがなくてですね、どういうお話なのかっていうのも今回からちょっとなんかこう新しい試みみたいなのがあるようで、ストーリーがまずものすごく僕に刺さったんですよね。すごい、なんていうんですかね、その青春ですって言うんですかね、そのみんながこう一人一人が意思を持って自分たちでこう旅立っていくっていうようなストーリーがもう僕はもう本当に大好きで、なんか自分で台本を読んでてすごくこれはやりたいって思いましたね。はい。でボース君なんですけど、すごいキャラクターのイラストを見せていただいた時はもう本当にわ、これは絶対悪いやつだと、まあ、ドラ息子ってもう書かれてるんですよね。もうそれでもう、あ、こういう役なかなかないからもうめちゃくちゃに情けない感じでやってやろうって思ってたんですけど、もうストーリーをこう追っていくうちに、もうまずそのドラ息子ってことですごいいやらしい、なんつ声高めの、なんかもしかしたら腰巾着でもあるんじゃないかなって思ってたんですけど、どうやらちょっとなんかガキ大将の方が近いようで、しかもこうストーリーを読み進んでいくうちに、このガキ大将は劇場版のガキ大将だななんて思ったりもして、ちょっと何言ってるか分からない人には分からないんですけども、とにかくこう なんすかね、どんどん一番このキャラクターが成長したんじゃないかななんて僕はこうちょっとボースくんよりで考えちゃうんですけど、すごい彼はどん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 成長して、いろんな人に出会って、まあ皆さんも他のキャラクターもねすごい成長してるとは思うんですけども、ボース君は特に、伸びしろがあったんじゃないかななんて、はい、思ってます。やっぱり演じてみて思ったのは、やっぱりこう人は環境じゃなくてこう周りの人で変わるんじゃないかなと、はい、やっぱりボス君もね、ずっときっと友達がいろいろあって喧嘩してこう一人ぼっちになって、そこにランバーもいて威張ってたっていうのも自分で気づいてましたし、ずっと変わってなかったんだなって、彼自身すごい素直でいいやつだったんだななんて思って、すごくこう環境じゃなくて人だなと僕は思いました。ボースブルネン役を演じることができて僕はとても嬉しかったです。ありがとうございました。モリッツ役の竹内涼太です。どうも
モリッツさんですね、とても偉そうなんですけれども、なんと息子思いと言いますか、息子バカと言いますか、息子のためを思っている商人ということで、なんとも商い感が強いというか、商売気がある役ではあったんですけれども、まあ、私竹内兵庫県出身、神戸市出身ということで、なんというか関西ということで、よく友達にもちょっと電気屋さんについて行って、ちょっとなんかこう交渉してやみたいな話をよくされるんですけど、私も全くできなくてですね、なんともおとなしい関西人でございます。なのでこのモリッツ・ブルネンさんのようにですね、こうガツガツ行くような、人物ではないんですけれども、なんかこう真逆の役をやらせていただくっていうのはとても竹内的には嬉しく思っております。なので楽しく、なんとも上から目線で、演じさせていただきました。とても楽しい収録でございました。ぜひぜひ、ゲーム内でもですね、モリッツさんのこのガツガツっぷりと親子バカっぷりを、楽しんでプレイしていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。竹内亮太でした。皆さんお疲れ様です。ランバー役の落合福士です。皆さん、このライザのアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れがいかがだったでしょうか。うち実はですね、家族がみんなこのアトリエシリーズの大ファンでして、おそらく皆さんがこうクリアしている時には僕たちもこうクリアして、今こういうのを一緒に聞いてるんじゃないかなと思ってます。本当にこの作品に出られるっていうのがもうすごく嬉しくて、本当に楽しい、いいアフレコでした。ありがとうございました。落合福士でした。バイバーイ。アガーテ・ハーマンをやらせていただきました、浅野真澄です。アガーテはですね、専属戦士、守り手っていうんですかね。なのですごくこういつもキリッとしてて、かっこよくてちょいクールなのかなという感じのキャラなんですけれども、でもこう時々ちょっと可愛いところが見えるといいなと思って、なんかそういうこうなんていうんですかね、彼女の女性らしいところもちょこっと見えたらいいなっていう気持ちでやらせていただきました。個人的にはですね、セリフの中にこう昔はスカートも履いていたっていうのが気になる、すごくセリフででしてね、一体どんな様子だったんだろうと、その一体何歳ぐらいまでそのスカート時代があって、その時は一体どんなルックスだったんだろう、ちょっと個人的に見てみたいななんていう風に思いながらやりました。きっとすごく可愛かったんじゃないかなと思います。楽しんでいただけたならよかったです。どうもありがとうございました。浅野真澄でした。はい、今回キロシハイナス役をやらせていただきました、三上しおりです。クリアお疲れ様でしたはい、今回キロをやらせていただきまして、まずは本当に長い歴史のあるアトリエシリーズにキロとして関わることができてとっても嬉しかったです。そしてね、キロちゃん自身はあまり感情が出ない子ということで、セリフ言いながら、わあもう出すな出るな出るなって念じながらやってたんで、なんか今とても開放感に包まれた感じでございます。はい、あれ、あ、歌ったこと、はい、歌はてるいちゃんの役とリラちゃんと歌わせていただきました。はい、もう皆さん歌ったことネタバレじゃないですよね、大丈夫ですかあ、大丈夫、あ、よかった。はい、とても仮歌聞いた段階で、あ、こう幻想的で、普段そういう幻想的な歌を歌う機会本当にないので、わ、これはなんかこんな綺麗な歌を歌うことができて嬉しいなという気持ちでいっぱいです。でもちょっとね、時空の歪みが発生しているので実はまだ歌ってません。はい、でもね、ぜひ歌を聴いた皆さんは、はい、キロちゃんとね、リラちゃんと一緒にね、なんか歌った、なんかその魂を感じていただけたらなと思います。はい、ということで、あまりキロのイメージが崩れないように三上のトークはここまでにしたいと思います。この後も引き続きたくさんたくさんプレイしてください。三上しおりでした。ありがとうございました。